政治家の皆さんも盛り上がっていくみたいだね。へえ、意外だな。イエローも政治に興味があったんだ。そうだよそうだよそうだよ。いつも食べ物の話ばっかりなのに、政治は政治でもどうせソーセージのことなんじゃないの。何言ってんだよブルー。僕は至って真面目だよ。国の将来を占う大事な選挙なんだ。こうしちゃいられない。どうしたんだよイエロー。そんな顔を真っ赤にして。け、マスクかぶってるからわからないけど。ほんとほんと、いつものイエローじゃないぞ。風邪ひいたの？それでも熱あるんじゃないの？いや、今回ばかりは僕も本気だ。今度の選挙に立候補するんだ。なんだって？選挙に立候補するだって？おいおいイエロー、立候補するって言っても一体何党から出るつもりだよ。おっほん、実は新しい党を結成することにしたんだよ。新しい党だって？一体なんていう党なんだ？おお、よくぞ聞いてくれました。名付けてゴトーレッド。ゴトーだけにゴトーレッドね。面白そうだねそれ。でマニフェストは？マニフェストって？そっち系かな。さあ、イエローが言ってるのはマニアックのことだろう。マニアックじゃなくてマニフェスト。そうそう、簡単に言うと当選した時のみんなとの約束ってこと。ああ、そうそう、そうだった。それね、それもちろん分かってるよ。みんなとの約束ね。私を当選したら、まず後藤と長崎を橋で結びます。そして後藤に住む人の病院代はただ。さらに子供手当を1人当たり毎月10万円支給します。あとはいくぞ、みんな。
キアレンジャー。あいやいや、お腹減らしにもならないね、まったく。くっそこいつらやっぱり強いぞ。どうしたらいいんだ。諦めてはいかんぞ。この声はシルバーさん。お主らだいぶピンチのようだの。そこでお主らに良いものを持ってきてやったぞ。いいもの？ってその手に持ってる刀ですか？うん、そうじゃ。この刀は歴代のケアレンジャーに脈々と受け継がれてきた刀じゃ。これでお主らはケアレンジャー GTR へと進化するのじゃ。ケアレンジャー GTR？ その通り。 GTR とは文字通り五島列島ということじゃ。お主らのふるさと五島の自然、人、食べ物、いろいろなものパワーを受けてパワーアップするのじゃ。特に今日はこの会場には五島の特産品がたくさん揃っておる。まさにお主らが進化するにはうってつけの場所じゃ。よし、そうと決まれば早速進化してやる。シューバーさん、その刀貸してください。待て、最後までわしの話を。そんなこと言ってられませんよ。よし、会場にいるみんな、僕たちに力を貸してくれ。大きな声でケアレンジャーって言ってくれ。いくよ、せーの。せーの。よっしゃー、ざーまに力が漏れたわい。おいで、ゴッドンパイやっつけられるぞ。やっつけられるぞ。ち、うんなことがご当面になっちゃうぞ。こんな子こんな子、金のバット圧迫だけじゃのして、おっとんやダンポカンポご当面になっちゃうぞ。銀の陣地、こいやっと感謝こっかよ。銀の陣地とな。やはりそうなったか。 GTR に進化するために五島のパワー吸収しすぎたあまり、言葉までもが五島弁になってしまうのじゃ。あいこらよ、そらんこやったか。こんな子こんな子、そういう話を言うてくれんじゃって。どがんでいよかけん、はよ今夜んなかったおめでなかったやつくね。お前たちのやりとりは相変わらず長いな。もうお昼も過ぎたし、お腹がペコペコだよ。お腹と背中がくっつくぞ、てんかち。よーし、ご飯だったらやってみるしかなかごちゃうぞ。ほんなほんなほ、いっぺんやってみようね。よし、いっつぞ。
このままいっぺんにやっつけてしまおうね。うん、ここまで来ればもう大丈夫なようだな。あとは任せたぞ、キャレンジャー、いやキャレンジャー GTR よ。およ、分かっちゃったかい。ここまで来れば五等目も一丁恥ずかしい仲ごとなったぞ。ほんなとほんなと、よう考えてみればここにはザーマに切れが知れるとザーマに分かっていいもんなる。ザーマにおかしまじゃねえ。そいから何ちゅうてもそらんごと心の披露してうみんごと情けの深かもんのザーマにおるもんね。そういうことだったか。まあよ、それでこそ俺様が征服しがいがあるというものだ。僕も好きだったのよあなた、胸の奥でずっとって感じ。よし、じゃったら最後に一か声でギブレッジ言うてくれるよ。よかか、さーの、バレー。にゃんにゃん、もうちょっと太かっこよく出さんば。もう一回いくばい、さーの、バレー。あらこらよー、こりゃざまの力ばい。よし、いっぞ、五島の歌、ビトンサクサク、とんかつ切り。よし、ジュージュー焼肉ファイヤー、こっちも飲めない。島崎さん、あとうまかない、ツヤツヤライスです。あっ、またしてもやられたか。恐るべし後藤馬王だが、最後にこれだけは言う、まだまだ後藤の良さに気づいていない奴らが多い。だが後藤の良さをアピールするために、後藤農業の振興と地元農産物の消費拡大にこれからも頑張ってね、 JA さん。それではさらば、アディオース。あいやいや、今回もやられてしまいましたね。でも最後にこれだけは言っておきます。後藤の食べ物が美味しいからといって、あんまり食べ過ぎるとお腹が出るから気をつけてね。食べ過ぎたのはあなたのせいよって感じ。それではアディオース。やったー、呼んだガッチたちを倒したぞ。って、あれ、言葉が元に戻ってる。刀を鞘に収めると戻るみたいだね。別に最後までご答弁でもよかったのにね。そういうイエローが一番決まり悪そうにしてたんじゃない？それは言えてる。でも今回の戦いでは改めてゴッドダオの良さを教えられたね。ふるさとを思う気持ちってその地域を大切にすることにもつながってくるからね。そうだね、地域のために何かをやろうという気持ちがすごいパワーを引き出すんだね。この農業祭りだってきっとそう。地域を元気にしていこうっていう思いがこんなに大きな祭りを成功させてるんだよ、きっと。じゃあさ、僕たちのふるさと上五島のために何ができることってないかな。ある。実は上五島を元気にしようとみんなの思いを集めて新上五島音頭っていうのを作ったんだ。そしてそれを今日ここでみんなと一緒に踊って神事をアピールする。なるほど、少しでも多くの人に五島の良さを見つめ直してもらって島のものを買ってもらったりすることで
島を元気に知っていこうっていうことね。うんうん、それって楽しそうだね。早くやろうよ。わかったよ。でもちょっと待って。おーい、呼んだかって、ドンバーガー。お前たちも来いよ。入りたかったんだろ、本当は。一緒にやろうよ。あまり気は乗らないが、どうしてもって言うなら仕方がないだろ。あいやいや、うまく踊れるか心配だな。夏はうまく踊れないって感じ。今日だけ特別だからな。呼んだかっち、お前ちゃんと踊れるのか。そんなことは俺様のダンスを見てから言え。それでは会場の皆さん、最後に聞いてください。新神事音頭です。会場の皆さんも一緒に踊ってくださいね。それじゃあ構え、ミュージックスタート。空は
しかったね。こんな風に楽しく町おこしができたらいいよね。会場の皆さんも僕たちと一緒に自分の地域を、そして五島をどんどん盛り上げていきましょう。それじゃあ最後にこの農業祭りの成功と五島の農業の振興を願っていつものやつやっときますか。それじゃあ行くよ。総合福祉センターケアレンジャーみんなありがとう。さようなら。お金がちっちゃくなったのよ。そうなのそうなのケアレンジャーかっこよかったですね。新仮の道具